ザルトリウスはドイツゲッティンゲンに本部を持ち、医薬品製造用の機器や実験必要機器の製造、販売を行っている多国籍企業。ヨーロッパ、アジア、アメリカに生産工場を持つとともに、110を超える国に販売支社と代理店を持つ。日本法人はザルトリウスジャパン株式会社及びザルトリウスステリム、ジャパン株式会社。 現在サートリアスエジーの傘下には大きく2つの法人がある。バイオプロセス部門。露過流体制御、発酵、生成など、バイオ医薬品の製造工程において、必要とされる機器の製造を行う。ラボ用製品部門。実験必要機器及び消耗品の製造、サービスを行う。部門別の売上では、バイオプロセス部門が73%。 ラボ用製品部門が27%、地域別の売上では、エメアが42%、南北アメリカが33%、アジア太平洋地域が25%となっている。サートリアスエジーが、フランクフルト証券取引所に上場するほか、サートリアススティーディムバイテック SA は、ユーロネクストパリに単独で上場している。1910年頃に、 フロレンツ・ザルトリウスによって作られた万能経緯2870年、ゲッティンゲン大学で機械工学を専攻していたフロレンツ・ザルトリウスが、フェイン・マッカニ・シャ・ベイクスタット・カイ・サートリアスと呼ばれる、精密計量機器会社を設立し、分析用天秤の生産を開始した。1898年に、ゲッティンゲンに工場を新設、アウグスト・ベッカー社とルート・ビヒテスドルフ社の買収により、 顕微鏡や望遠鏡用の機器がポートフォリオに加わり、1927年にメンブレンフィルターの工業生産が始まり、今日まで続く。ノーベル化学賞を受賞したオトーハーンの勧めを受け、ザルトリウスは1948年に流体軸受けの製造を開始、1954年に電磁式天秤の製造を開始、1972年に デジタル式小型分析天秤を発表。1975年にマイクロプロセッサー搭載の精密天秤を発表。1976年にオートクレーブ対応のフィルターカートリッジを発表。1970年代には海外からの製品の注文が飛躍的に伸び、海外法人の設立が相次いだ。1982年に 世界初の防爆型電子精密天秤を発表、1989年に微細化された大面積フィルターカートリッジを発表、1990年に株式公開企業となり、1994年にモノリシック軽量大技術を導入、1996年に2100万桁の分解能と 0.1G の精度を備えた調微量天秤を発表した。 1999年、細胞培養技術や、タンパク質生成に強みを持つビバサイアンスや、アメリカ合衆国の同業デンバーインストゥルメント、インクを買収し、後会社化。2000年、B ブラウンからバイオテクノロジー事業を買収し、バイオプロセス部門の著しい強化につながった。2007年、ザルトリウスは、フランスオバーニュに本拠を置く。 バイオテクノロジー企業のステディムとの合併を発表、事業再編が行われ、バイオプロセス部門は新たに設立された傘下のサートリアス・スティーディム・バイテック・ SA のもとに行われることとなった。2008年にスイスに本拠を置くバイオリアクター製造企業のウェーブ、バイテック・エジを買収、2016年アメリカ・ニューメキシコ州に本拠を置くインテリサイトの買収に続き、 2017年、アメリカ・ミシガン州に本教を規制細胞、解析事業を行うエセンバイオサイエンスを買収した。日本では、ザルトリウスジャパン株式会社及び、ザルトリウスステティムジャパン株式会社の2つの法人が、ある。ザルトリウスジャパン株式会社は、電子天秤や、ロードセル、工業用大計りなど継続機の輸入、販売を行っており、 ザルトリウスステリムジャパン株式会社は、ろ過用フィルターや超純水製造装置など医薬品、製造用製品の輸入、販売を行っている。オフィスは共に東京にある。ありがとうございます。